皆さんこんばんは。ありがとうございます。日本共産党参議院議員の吉良よし子です。で今日は13日あさってに向けて、官邸前も国会前もお休みですけど、たくさん盛り上がってますね、ファミリーエリア。だってね、今週もね、汚染水またいろいろあって、なんか放射能被曝まで発覚して、もうどうなってるんだと。でも今週月曜日に実は国会で参議院の経産委員会で汚染水問題の閉会中審査がありました。その中で日本共産党の倉林さんが初質問に立ったんですが、ここで明らかになったのが体制の問題です。これだけ今福島第一原発汚染水がひどい状態になっているにもかかわらず、事故直後1300人いた東電の社員が今は1000人に減っている。一方で再稼働申請を行っている柏崎刈羽はどうか、ずっと1200人体制だっていうんです。おかしいじゃありませんか。これだけ汚染水が大変なことになっているんだから、東電は汚染水対策にこそ全力注力するべきなんじゃないですか。東電はもう破綻もする。政府は東電にちゃんと責任取らせた上で、本当に政府が前面に出て日本中の総力結集して汚染水